世界一の演技を見せた佐藤由香さんが登場しました。日本が生んだ2人目の女子の世界チャンピオン佐藤由香、エレガントな舞を見せてくれました。アンコールに応えて新チャンピオン佐藤由香さん、この曲はあれですね、テクニカルプログラムで使った曲ですね。あ、そうですね。
会場から口笛も起きています。レイルウェイチルドレンの軽快なメロディーに乗って金メダル世界一のご挨拶でした。佐藤由香さん、これ小さい子どもたちの一つの大きな目標がまたできましたね。そうですね、もうとにかくね、日本での世界選手権で自分の持っているものを 100% 出しましたからね、はい、こんなに素晴らしいことはないですよ。まあ、地元の開催一番難しいと言われているんですが、その中で見事に長い間培ったその経験と努力をすべてこのリンクの上に発揮して見事に女王の座につきました佐藤由香さんです。あ、伊藤みどりさんがお出迎えでしたね。まあ、新旧2人のチャンピオンなんですけれど、まあ、あの正直言って伊藤みどりさんの後、果たして本当にこう日本にメダリストが出てくるのかという声もあったんですけれど、はい、その中で見事に本当に大きな花を咲かせましたね。そうですね、あの伊藤みどりさんの場合はあの爆発的なジャンプ力が売り物でしたね、はい、でこの佐藤さんの場合はですね、もうジャンプ、スピン、ステップともう本当に総合力の勝利だと思いますよ。今佐藤由香さんを迎えてくれた、伊藤みどりさんがまた放送席に戻ってきてくれましたけれど、まだまだ会場は拍手が鳴り止みません。日の丸の国旗も見えています。あ、またリンクに登場しました。いや、みどりさん、 ご苦労様でした。本当にあどけない愛くるしい可愛らしい表情でまた戻ってまいりました佐藤由香さん。あ、この曲ですね、昨日の、ね、最終の曲でしたね、最後 あのロングフリーのまあ、まとめのところで使った曲ですね。はい、トリプルサルコー。このスケーティングはこのスケートが世界に認められたと思いますよ。さあ、これです。このエッジワーク、フットワークをご覧ください。チャンピオン佐藤由香さん、ダンフィールドコーチにアドバイスを与えましたが、まあ、あのディープエッジが、あのエッジワークが世界一にしたんだと昨日もしみじみと話していましたダンフィールドさん、考えもひとしおだと思いますが、みんなで作り上げた女王と言っていいかもしれません。